何も知らないか。そんなこと気にしたこともないのにな。八重さん、あの揺れますよ。八重さん、あの揺れますから、傘どうぞ。いや、それでは八重さんが濡れてしまいます。俺はもう濡れてますから。でも風邪ひいちゃいますから、どうぞ。いやいや、八重さんこそ。それでは目的地は同じわけですし、一緒に入らせてもらうわけにはいきませんか。重いでしょ？持ちますよ。何ですか？私、邪魔なんてしませんから。あのこの前もわざとじゃなかったんです。八重さん、それは私、健一郎さんがお幸せになるなら嬉しいです。ひふみお嬢さんにはきっとよくしていただいてますし。待ってください、あれは違うんです。違わないです。今まで優しくしてくださってありがとうございました。
違うんです。あれは、俺は違うんです。八重さん、何もない。ただ傘を持っていかなかっただけだ。あれは俺のじゃない。
一郎くん。昨日は災難だったようだね。おはようございます。いやはや、いきなり降られまして、ずっと天気が良かったものですから油断しましたよ。どうしたね。すみません、今朝はちょっと食欲がなくて。大変失礼ではありますが、中座させていただきます。それは構わないが、やはり昨日の雨が悪かったかね。なんなら杉山先生を呼ぼうか。いやいや、何でもありませんから、お気になさらず。それでは失礼いたします。最低男。いじめたら容赦しないって言ったよね。あんたの頭は飾りだったわけ？飾りではありませんが、思ったより愚かではあったようです。八重さんはいますか？いないよ。いても合わせると思う？あんなに泣かせて、一体何やったんだこのアホ！八重は、あんたが遊んできたような女とは違うんだよ。もて遊ぶのもいい加減にしろ。違います。何が違うって？説明してみなよ。ほら、答えられないじゃんか。お前なんか死んじまえよ。まったくですね。まったくその通りですね。なんだよ、あんた泣いてるの？まさか、雨ですよ、雨。こんないい天気で雨なんか降るか。どうしてでしょうね。なんでこんなことになったんだろう。俺はただ好きになっただけなのに。
言ってるのかわからない。あーもういいからそこに座って説明しろよ。実はすっごいバカだったんだ。それとも不器用なだけ？どっちなんでしょうかね。どちらでもないと思っていたんですが、もう自分では分かりませんよ。じゃあどっちともなんだろう。ったく、バカでも不器用でも何でもいいけど、僕の妹を泣かすんじゃないよ。妹思いなんですね。言っただろう、僕らは三人きりの姉妹なんだって。いや、ちょうどいいから聞いとけ。
もいいけど、八重も厄介な奴に惚れたもんだ。え？え、じゃないよ。気づいてないの？八重はあんたに惚れてるよ。だから悩んだり泣いたりするんじゃないか。そんなこともわかんないの？八重に聞きな。今度こそちゃんと話してこい。またできなくて泣かしてもしようもんなら、次は絶対に殺してやるからな。なんてことだ。本気になったの初めてなんじゃないの？健一郎さん。どうなさったんですか？大変なんですよ。ずっと待ってたんですから。俺を待っていてくださったんですか？待っていましたよ。それは、どこに？八重さん、一体どうなさったんですか？お客様なんです。ずっと待ってらしたんですから。客？
おお、龍一郎君、君にお客さんだよ。お久しぶりです、兄上。それで、なぜこんなところまで？聞いてもよかろうな。兄上があまりにもお帰りが遅いのでお迎えに上がりました。迎えに？よしてくれ、子供じゃあるまいし。帰る時ぐらい自分で決める。そうはいきません。さあ兄上、もうよろしいでしょう。義時と一緒に帰りましょう。帰る時ぐらい自分で決めると言ったはずだ。兄上、炎上家の跡継ぎともあられる方がいつまでもそんなフラフラとなさっていては困ります。お前が困る問題じゃない。第一、後継ぎが俺だと誰が決めた？当然ではありませんか。兄上はご長男なのですよ。兄上が継がずに誰が？お前が継げ。兄上、ご冗談であろうとそのようなこと。冗談なものか。周りだってその方が納得するさ。あんな遊び人を当主と仰ぐなど冗談じゃない。そう言っているのを俺が知らないとでも思うなよ。そのようなざれ言捨ておけばよろしいのです。義時は義時だけじゃありません。父上も母上もそんなくだらない言葉に耳を貸したことはありません。少しは貸してくれ。兄上、お帰りになる気になられましたか？帰ってくれ。帰りません。義時が帰るときは兄上が帰るときです。なら永遠に帰れなくなるかもしれんぞ。ご冗談を。まさか帰らないなどとおっしゃられるわけじゃないでしょうに。さっきから言っているはずだ。とにかくお前は帰れ。帰りません。正直そうおっしゃられると思っていました。ですからもう葛城さんの許可はいただいております。何？お帰りになるまで今日から義時もこちらでお世話になります。
義時君、どうぞ遠慮なく食べてくれ。ありがとうございます。十分いただいております。弟さん、すごいしっかりしてるわね。あまり雄一郎さんとは似てないのね。弟は弟、俺は俺ですから。兄上、お迎えに上がりました。汽車というものに初めて乗りました。なかなか便利だし楽しいものですね。ずいぶん時間がかかって大変でしたでしょう。ゆっくりなさってってくださいね。とんでもない。それほど長くはお世話になりません。そうですよね、兄上。一郎君、どうしたぼーっとして。朝も食欲がないと言っていたが、やはりどこか悪くしたんじゃないかね。あ、いや、とんでもない。少し考え事があったものですから。ちゃんといただいておりますよ。兄上、どこか具合を。なんでもない。